稼ぐってちょろいもんだ。うちのサイトにエロいやついっぱい入れたから売り上げが半端ねえ。どちら様？アダルトの業界に手を出すというのなら、もちろんその世界の厳しいルールに従うんだろうなあ。業界のルールとか知らないし、だからエロいことはもう禁止にした方がいいかと。だから、もうわかったわかった、禁止にしないわ。ちゃんとルールも守って続けるから許してってば。お金の匂いがプンプンするわ。